もエスパルスドリームプラザ静岡働く車展会場にご来館いただきまして誠にありがとうございます。今日もすごいいい天気となりまして、皆様とこうして迎えられたことを非常に嬉しく思っております。それでは今日はですね、ステージイベントこの後たっぷり楽しんでいただきますので、ぜひ感染症予防対策、先ほど、お伝えさせていただきました演奏の最中はご飲食をご遠慮いただいていること、またですね、前の席には、お座りいただかないようお願いしていること、この2点ですね、ご協力いただきながら皆様と一緒にたっぷり楽しんでいきたいと思います。さあそれではやってまいりましょう。警察音楽隊ミュージックパトロールの皆さんです。お願いします。皆さんこんにちは。静岡県警察音楽隊です。本日は静岡働く車展2021にお邪魔しております。早速演奏に入りたいと思いますが、その前に皆さんにお願いがあります。新型コロナウイルス感染拡大予防対策のためマスクを着用していただき、可能な限りお隣や前後の方との距離を取られますようお願いいたします。さあそれではこれからの時間は私たちの演奏と演技でお楽しみください。最初にお送りするのは文部省唱歌富士の山のメロディーを用いた行進曲富士の山です。雄大な富士山をイメージしたカラーガードピュアエンタリズのフラッシュ演技とともにお楽しみください。それではどうぞ。Thank you.
次の曲は4人組バンドオフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーです。映画の主題歌にも抜擢されたこの曲は数々のランキングで連続1位を獲得するなど大ヒットしたの、大ヒットしたのは皆さんの記憶に新しいことかと思います。切なく美しいメロディーをお聴きください。それではどうぞ。
少し、演奏をお休みいたしまして、警察からお知らせをしたいと思います。本日小さいお子さんもたくさん、ご来場されておりますので、大人の方も一緒になってですね、連れ去りの被害に遭わないようにするための、注意するべき5項目、イカのお寿司というのを覚えていただきたいなと思っております。では今パネルが出てきておりますので、順番にご紹介いたしますので、一つずつ見ていきましょう。イカのお寿司、まず一つ目のイカですね。イカは何だというと、どうぞ、イカないのイカです。どんどん行きましょうね。次です。イカのお寿司ののは乗らないのの、絵を見ていただくと、これに車に乗ってですね、あるいは大人の人がどこどこの場所を教えてお菓子あげるから車に乗ってよなんて言葉があっても、車には乗らないようにしましょうということです。あ、イカのお寿司のおです。大声で叫ぶですね。何か悪い大人の人に引っ張って連れて行かれそうになったりした時とかは、まず助けと大きな声で叫んで、近くにいる大人の人に助けを求めるようにしてください。はい、次に行きます。次はイカのお寿司の酢です。すぐ逃げるですね。何か大人の人の方がやっぱね、みんな小さいみんなよりも、足も速いし力も強いので、なんていうのかな、大人の人の相手をしていたらね、すぐに捕まってしまいますので、何かされそうだな、怖いなと思ったらすぐに逃げるようにしましょう。最後、イカのお寿司の死です。これは知らせるですね。そういう怖いこと、怖い大人の人に何かされそうになったとかいうことがあったら、親でもいいですし、学校の先生でもいいですし、誰でもいいので、大人の人にそのどういうことをされたとかっていうことを伝えるようにしましょう。そうすると大人の人もその地域で何かそういう人がいるのかなとかっていうふうに気にしてくれますし、そういうことを警察にお話してくれれば、警察の方でも注意することができますので、みんなね、小さいお子さんは何か怖いことがあったら、大人の人に伝えるようにしてください。いいですかね。で、今日ご来場の大人の皆さんも、身近にいるお子さんですとかにこういうお話をしていただいて、頭文字、イカのお寿司っていう頭文字で、覚えていただくと覚えやすいかなと思うので、そういうことに注意して、過ごしていっていただけたらなと思います。これで、イカのお寿司のお知らせを終わります。ありがとうございます。で、本日パトカーのところで、啓発品を配布もしておりますけれども、そちらの中に、警察音楽隊からのお知らせでカラーガードの募集というチラシが入っております。ただいま県警の音楽隊ではカラーガード隊員を募集しておりますので、周りの方でご興味がおありの方いらっしゃいましたら、ぜひご紹介いただきたいと思います。で、このチラシにですね、ちょっと見えないかもしれないですけど、左上に小さくイカのお寿司、紫の紙が貼ってあるんですけれども、これイカのお寿司の先ほどの、お知らせを、書いてあるんですけれども、ここに二次元コードが載っております。これ、読み取っていただくと、YouTube の方でですね、イカのお寿司についての動画を上げてありますので、こちらもぜひ見ていただけたら嬉しく思います。チラシ欲しい方は終わった後、音楽隊の方に声をかけていただくか、あちらのパトカー展示してあるところでも啓発品と一緒に配っておりますので、よろしくお願いします。これで警察音楽隊からお知らせを終わります。ありがとうございます。さあ、次は再びカラーガードの登場です。曲はここ静岡市清水が舞台のテレビアニメ藤まる子さんから踊るポンポコリンです。元気あふれる演技をお楽しみください。
踊るコンパトリンをお送りしました。さて皆さんと楽しい時間を過ごしてまいりましたが、次の曲が最後となります。本日最後にお送りするのは、今年9月に解散したユニット風鈴のパプリカです。バトマンから絶大な支持を受けるシンガーソングライター米津玄師が手がけた楽曲で、未来に向かって頑張っている全ての人に送る応援ソングです。それではお楽しみください。
終了いたします。2回目の演奏は約1時間後ですね。11時30分からの予定です。ただいまの前とは違う曲も演奏しますので、お時間がありましたらぜひお立ち寄りください。私たち音楽隊はこれからも県民の皆様と生産者の音の架け橋として県内各地で活動してまいります。引き続き警察活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。なお皆様の左手後方には清水警察署によるパトカーの展示を行っておりますので、そちらの方にもぜひお立ち寄りください。それではまた終了時30分にお会いしましょう。本日はありがとうございました。